吉田さん、いますよね。妙に詳しいんだけども、かなり詳しいんだけど稼いでない人、そしてこれからもずっと詳しくなり続ける人。これはね、大学受験をしない受験生みたいな感じですよね。毎年毎年、浪人するんですよ。で、受験勉強するんですよ。で、受験の時期になったらなぜかね、願書出さないんですよ。何なんですかね。ノウハウコレクターっていうのはこういうことを言うのかなと思いますけども、でもやっぱりね、できる人もできない人もノウハウコレクターから始めるのは私はね、そうだと思うんですよ。そのインプットしたものをいかに早くアウトプットするか、これが速稼塾の信条ですよね。私は一番最初にネットビジネスの教材が来たら、教材を40分なら40分やりながらこっちでアウトプット40分しましたからね。それこそ人のセミナーに出る時も、私は人のセミナーに出ることっていうのは本当に少なかったんですけども、出ながらパソコン打ってもうね、ツイートですよ。出ながらそこで感じたことをブログにアップロード。だから一つのね、なんかネットワークビジネスとかの講義に出たら、5つも6つもコンテンツが立ち上がるみたいな感じですよね。あのブログが、それは商品売れますよね。で、あとはなんかね、私難しいことはできないっていうところに対抗しようと思ってね、簡単なこととかむちゃくちゃ動画でもやってるんですよ。例えばね、パンを食べてるとことか、カップラーメン食べてるとことかね、カップラーメン作ってるとことか、これ難しいかみたいな感じですよね。ただカメラのボタンを押して普段通りカップラーメン作るだけとか、普段通りパン食べるだけということですよ。それでもずっとパンを食べ続ける動画をやっていってね、アクセスが落ちるかって別に少ないながらも安定するわけですよ。だから要するに、パンを食べてる動画っていうサムネイルとタイトルだけで人が来なくなるかって言ったらね、そんなことはないってことなんですよね。しかもパンを食べながら別に変わったこと喋ってるわけじゃないんですよ。ね、これ吉田さんなら分かると思いますけども、ただ発信してるだけで、その発信に対してどんな意味を感じてるのかってことは視聴者さん十人十色なんですよね。無意味と感じる人もいれば、あ、なるほど、こういうふうにパンを食べて動画撮ってるんだみたいなね、自分もパン食べたくなってきたなみたいなね、いろいろあると思うんですよ。もし仮に私がパンを食べてるところでパンを食べたくなったら、しかも私の食べてる銘柄が食べたくなったら、私はアフィリエーターですよね。影響を及ぼしてるわけですから、パン業界とか特定の会社にものすごくね、恩恵があるってことですよね。これできないかみたいな感じですね。だからしょうもない動画をあえて撮ってみると、チャンネル登録1万以上ある私がね、じゃあこの内容の濃い動画だけでファンを増やしてきたのかって、そんなことないんですよ。誰でも撮れる、しかも誰もがそんなに見たくないと思ってるような、再生数10、20を狙ったようなね、もう狙ったって言わないですね、そうなると。何の変哲もこねくり回しもないような動画でもきちんと見られてるってことなんですよ。これからもパンを食べる動画やると思いますけども、じゃあタイトルでパンを食べる動画しょうもないから来ないかって言ったら、やっぱり再生はされるんですよね。場合によっては100再生とか来るわけですよ。じゃあね、あれをやろうこれをやろうって考えるよりも、もう今日やってしまうとかね、じゃあ今日、今ね午後2時ですけども、午後2時までに動画の10本20本出した方が、もうそれの方がね、100本200本も進んでるってことなんですよね。そしてね、いつまでも見てる側ではなくて、見られる側に早く回らないといけないんですよね。いわゆるそれが稼がせる側から稼ぐ側です。稼がせるっていうのは、自分がお金を払うことによって誰かを稼がしてるって立場の稼がせる側って意味ですからね。で、次の段階は稼ぐ側ですよね。ちなみにその次の側は、さらに稼がせる側っていうのがあります。それは稼げない人を稼がせるように、稼げるようにしていく指導力のことで稼がせる領域っていうんですけども、ちょっと最初の1段階目と違いますよね。お金を払って誰かを稼がせる側、お金をもらえる側、お金を稼ぐ側、そして次の段階が人を稼がしてあげる側ね、人が稼げるように育ててあげる側っていうところで3段階目まであるのかなと思いますね。いやーね、頑張ってほしいですね。とにかく一歩を歩み出すことだと思います。そしてアウトプットするからこそ工夫に気づけるんですよ。アウトプットしてない間は気づけないですね。気づいたと勘違いするから立ち悪いです。気づけないです。そこだけ気をつけてやっていただければなと思いますね。にしても暑くなりましたね、吉谷さんね。もうね、湯河原の合宿懐かしいな。で、もう2、3日中にあれじゃないですか、1000は行って終わるんじゃないですか、0時も。億万長者合宿0時も終わって次のショーですね。いや、このスピード感欲しいですよね。いってらっしゃい。